はい今日はなんとスペシャルゲストが来ています <laughs> 大人気のお父さんです <laughs> ということでですね、えー、とソフトバンクの,あのホワイト家のお父さんに来ていただきましたというか、はい、あの例のこのでかい ねえで超でかいストラップなんですけども9月からなんか、はい、こ,のこのバージョンこの帽子の,この、ね、バージョンが新しいバージョンが契約をするともらえるのかな新規契約するともらえるのかなと、ね、しかもこれ結構いろんなセリフしゃべりますよね素晴らしい分かる人にはわかるねえねいっぱいあるお前にはまだ早いお前にはまだ早いということでええー、かわいい、まあ、今日は特別にお父さんに来ていただきましたということでございますはい ホーリン・タカイキモン、携帯しようぜ今回ご紹介する端末は、NTT ドコモラクラクホーン6まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは、高さ 109mm、幅5 0ミ、mm、リ、厚さ1 7 7ミリ。 重さおよそ2.8インチワイド QVGA 液晶 240×400 ドットがメインでサブが1.4インチ 96×128 ドットオートフォーカス対応有効320万画素カメラが外側内側は32万画素マイクロ SDHC メモリーカードとなっております進化を続ける楽々本 使いやすさはもちろん、機能だってすごいんです。使われ続ける理由も納得ですね。今回はなんと防水機能もついています。携帯ピックアップです。はい、今回ご紹介する端末は NTT ドコモラクラク本シックスです。はい、カラーの方がシルバー、レッド、ネイビー、ラベンダーの四色です、はい。もう間もなく。 敬老の日も来、はい、再来週ぐらいですかねっていうのもありますけれども、うんはい、楽々御本の、まあ、新しいモデルが出ましたんで。 ご紹介したいいと思います、はい、一応型番上は F10A という型番上になるんですけど、まあ、一応楽ック6という名前で、えー、店頭ではもう並んでますと、うんでまあ、楽々ンというのはもうね今までもあの散々こういろんなところで語られてきてて、まあ、皆さんよくお分かりだと思いますと、まあ、簡単で親切で、うん、えなおかつ画面も見やすくて、はい、まあ安心して使えると、うん、シニア向けの携帯としてはもうもう定番中の定番と、はい、こういうジャンルの商品というのは実は世界的に見ても日本の 日本のこの落語絵本しかないということはないんだけどまあ一応海外にもなんか全然上の人のを意識したものがあるらしいんですがあのでもやっぱり完全にもうこういう形で作り込んでるのはやっぱり日本のものしかないと。こののの辺がやっぱり日本形態 すごいところであって実は海外からもこれは非常に注目を集めてるし、うん、僕も海外のそのジャーナリストの方とかお会いした時にも日本のこの楽々本のことはちょっと話題になって日本の真似をしたいよねみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃいました、うんね、すごいんですね,ね楽,楽本で実はもう発売されてからもうすでに、えー、今年で多分丸10年になるのかな今回がまあえっ、ー、とフォーマの楽々本としては 六代目ということなんで、はい、えー、ラクラコンシックスという名前になります。うん、で他にもラクラコンは、あの、ちょっと高機能なプレミアムとか、少し、えっ、ー、と、まあ。カメラは一応ついてるけど、まあ、通話とメールをメインにした。うん、えー、ラクラコンベーシックと。はい、から、あともう、本当に通話しかないラクラコンシンプルとありますけれども。はい 一応これがスタンダードモデルということで一応メインのまあこれが中心にして他にまあバリエーションがあるとあとまあちょっとおまけの話ですけどまあよく売れてるっていうのはもう今更説明するまでもないと思いますがどこもの売れ筋のランキングのベストでに必ず1年間通してほぼいるんで結構売れてるんですけど累計が今年の3月に1500万台超えてますと、はい、そう言ってもほら基地変更したりしてまあ10年経ってますからね当然変えてる人もたくさんいらっしゃるんでどれぐらいなのかって明確には教えてもらってないんだけれどもどうも実動 してるその実際今。 回線が入った状態で使われているラクラコンっていうのはまあ四五百万台はあるだろうとすごいですね言われてるんですよすで,す、ね、でそうするとドコモの契約者が大いあのまあ五千万ぐらいいますから十人に一人ぐらい実はラクラコン持ってるじゃないのみたいな話もあれまあちょっと五百万という数が本当かどうかちょっと明確に出てる数字ではないんで、はい、ただまあ業界数字ではまあやっぱり十台に一台もしかしたら十数台に一台ぐらいはドコモの場合は実はラクラコンじゃないのっていう話があるぐらいもうすごく売れてる商品。こんだけ機種がある中で。 ね、すご上位す,、ね、すごいですね、まあ、ただ、まあうん、シリーズで一戦は組まない、うんうん、単一機種ではないので、うんうん、そこはちょっとねこう誤解がやっちゃいけないんだけどもど、ね、でもやっぱりそれだけ受けてるってことは事実ですと<ー>じゃあ今回の楽,楽本、ま本、あ、当然従来通りそり例えば文字が大きいとかあるいはその123ボタンがありますとかメニュー周りが分かりやすいとかそういうのはたくさんあるんだけれどもじゃあ今回の楽楽本は何が売りですかっていうのが一応あるんですけども、うんねうん、実は今回、はい、防水ですねっ それがねすごいって思った。ね、あのもう吉川さんといえばの防水でございますけれども、私ラクラクホン嫌いじゃないんで、防水。これこれできますかこれから。あのでなんでこうラクラクホン防水にしたかっていうの、はちゃんと一応背景があって、これのメインのターゲットなんでシニアの方ですけれども、シニアの方々っては結構そのまあ。 水回りで、その作業をされる方とか、はい、あと泥で汚れる趣味とか、職業の方がいらっしゃるのではないかという話が。一応分析としてあります。はい、これはドコモが発表会で言ってたお話なんですけれども。はいはい、農林漁業に従事されてる方、やっぱり平均に比べると、やっぱり。 まあ、年齢層が高い方が多いというのもあるしあと、そのやっぱり趣味ですね、はい、年齢別の趣味の中でやっぱりその65歳以上の中の趣味ではやっぱり園芸とか、うん、庭いじり、はい、ガーデニングというのは結構趣味として人気があるとあ<ー>当然、水まいたりとか、うん、まあそういうことするんで、はい、一応やっぱまあ防水は必要でしょうと。はい からもう一つは今回防塵要するに汚れに強くなりました実は今までその防水のお話の中でよくあったのが IPX5 と7ってありましたよね水がかかっても、うんうん 大丈夫まあ、はい、まあ簡単に言うとまあ水につけておいて30分たってあげても大丈夫うん、うん、だから水がかかっても大丈夫、はい、だから要するに洗面所にこう落としても一応大丈夫だし、はいうん、え一応シャワーとか浴びて最初にまあかかっても大丈夫という格好でやってたんですが防塵の比較として IP5X という比較があります、はい、これはえっと正確に言うとコンマ25マイクロミリかなの埃が入った装置の中に8時間入れて出して使っても大丈夫と。うん 一応この2つを組み合わせてドコモの方で CM でやってるのは例えばですよちょっと今季節若干違いますけど田んぼで作業してる時ボチャッと落としました拾いましたドロドロになっちゃいました洗いました大丈夫ですっていうことが一応狙いともう一つ実はこれは明確に企画があるわけではないんだけどもドコモ富士通の方で歌ってるもう一つの売りのポイントこれ防水防塵なんですけどもう一個実はあってお水来ました 釣りのお姉さんとしては、ね、<laughs> こ,これしかねえだろうっていう話なんですけ、はい、海水も大丈夫と言ってるんですがちょっとここは、えっと、一応注釈を入れておきますけどドコモと藤津田添って言ってるんですが実はこれは結構僕的には本当は突っ込みどころでもあって、うん、海水って実は1個じゃないっていう話があって海水って実は結構種類が多いですよね。例、はい、例ええばばそそれこそひとみちゃんがよく行く行湘南あたりの海の海、はい 海水と東京湾の海水とそれからもしかしたら九州沖縄も違うだろうし世界的にいうとじゃあ例えば近いとかは塩分が濃いから人が多く寝当然それだけやっぱり違うんで海水の種類っていうのは結構種類が多い中で海水 OK っていうのはちょっと若干危険な気はするんですが思うんですが一応一応まあどこもと技術の言い分としては海水がかかっても 洗い流せば大丈夫と海水が OK っていうよりは洗い流せばピンポンはいそういうことですだから要するに海水とかあとね独自に試験してるそうなんですけど清涼飲料水要するにジュースとかああいうものがかかっても洗い流せば一応大丈夫と海水につけたりとか海水のところにずっと置いといても大丈夫っていう話ではなくてでもまああれですよねわざわざそういうことしないでうっかり落っこどしちゃったって 例えば、うん、船に乗ってて下げてる時にこう、うん、海水がバシャッとかかりましたとここで釣った大きい魚がパチパチ跳ねてここに海水がついちゃったとで、ね、で慌ててそこで水でサーッと洗ったら大丈夫でしたっていうことを一応想定してるんで,、うんでね、海水につけるとかいうのは一応しちゃダメとしない方が全然いいですよねそれからもう一つは、えっと、これもまあ従来通りのところもあるんですけどもう一つあるのは、まあ、従来からあのラクラクオンってあの 歩数計をね実は割と早くから搭載してたりして健康重視なんですけれども、うん、今回からその活動量計というのを入れてます活動量計これはあの他の F の端末でもやってるんですけど、うんはい、要するに何だろう歩いて、はい、1>, え1時間歩いたのと1時間走ったのとはやっぱり違います。うんはい、歩くのも 歩かたらこうダラダラ歩いたのとこうスタスタ歩いたのでやっぱりだいぶ腕が違います,います、ね、一応それをまあカウントできるようにして活動量うん、うん、要するにどれぐらいの運動量だったかという一応カウントしてそれをサーバーにアップロードしてで自分の健康管理のデータを見ることができるというサービスもや,りやってますでこれはあの富士通の公式サイトの「アット t フケ n e 応 a n というところでえ一応やってますこういうい健康ももできるっていうのも結構まあ、はい 売りのポイントではあるし当然シニアの方々っていうのは健康に関て気を使っいる方多ですよね興味を持ってる人が多いんでそういう意味でこれをやりましょうということでやってますとところでなんですけれども防水のことも分かったし歩数計のことも分かったんですけれども普通の携帯としての機能はどうなんですかそこ結構重要なんですけどそうですね例えば従来のモデルねこれラクラクファイブですけどもこんな感じで従来のラクラクファイブ でこの頃でもそうなんですけど実はカメラもそうだし GPS もそうだしそれからまあワンセグもそうですけど、うん、基本的に従来からある程度サポートされているの、はい、でこれはもちろん継承してますんで、うん、今回も同じようにして、まあ、GPS、まあ、カメラに関して言えばオートフォーカスの320万画素でしかも今回はコンティニアスなんで、はい、ずっと一応ピントが。 合わせ続けられる機能で、はい、一応ついててますかからし、うん、しっかりしてるとで、まあ簡単系でいうとあの最近よくこのシリーズでもご紹介してますけどあのテキストのメールを書いていきなりこう、まあ、デコメールにしたりとか絵文字を一斉に入れてくれたりとか、はい、そういう機能が最近増えてますけどこれもあのやっぱりお任せ絵文字って言って絵文字をその中にあの自動的に入れる機能とかもありますしあ<ー>まあ結構そういう意味ではあの機能的には全然、まあ、普通のものは割とちゃんと揃ってると。っの使いやす ついっていう話で言うと、はい、このファイブがあるんでね。これ見比べてもらうと分かるんですけど、うん、これ、はい、ボタンなんて見てもらえますかね？これまあ、従来の5は普通のこうハードウェアのボタンです。はい、で、それに対してこの6の方は？ これよく見ると分かるとかんですけど実はあの突起のボタンの周りに灰色のこの色を塗ってるだけなんで実際のこういうこ,のこっち側のハードキーとはちょっと違うタイプなんですよね。いよねそいうところは若干こう,うまくこう見せ方を工夫して、うん、防水なんでこういうボタンになっちゃうんでしょうけどもまあそういうのもありますけども、うん、でも基本的にて分かるのは分かるんで、うん、基本的には従来のモデルのノウハウとか、うん、培ったもの,のスペックをちゃんときれいに引き継いで、うん、まあ防水とか。